10世紀の写本に描かれたパウルス・ディアコヌスとも呼ばれた、ベネディクト修道会の修道士で著述家、歴史家、詩人である、ランゴバルド王国の歴史を著述した、ランゴバルド史を書いた。パウルス・ディアコヌスは、ラテン語でイタリア語名では、パオロ・ディアコノとなる、ルピッチスという名の祖先は、アルボイーノ王と共に、イタリアにやってきて、ホルムユーリーか、またはその近郊の土地を与えられた。侵略の時期、アバールは、彼の5人の息子をパンノニアへと拉致したが、カズトはイタリア半島に戻り、滅んでいた家産を復興した。子孫のルピッチスの孫がウォーンフリーディウスで、その妻ティードリンダとの間に生まれたのがパウルスだった。パウルスとは、修道士名で、元の名はウィンフレットといった。720年と735年の間に、おそらくランゴバルド貴族であるフリウリ公国の家系に生まれ、パウルスはおそらくパビアのランゴバルド王ラドキスの宮廷で特別に良い教育を受け、フラビアンという名の教師にギリシア語の基礎を学んだ。おそらく彼はラドキス王の後継者デシデリウスアイ王の秘書官を務め、王女アーデルペルガは彼の弟子となった。アーデルペルガがアリキス2世と結婚した後、パウルスは彼女の要望でエウトロピウスの首都創建以来の歴史の続きを書いた。彼がベネベント公国の宮廷にいたことは確かであり、774年にパビアがカール大帝に占領されて避難したものと思われる。というのも、彼の住居はこの事件の数年前からそこにあったと思われるからである。すぐに彼はコモコの修道院に入り、782年以前にモンテカッシーノのベネディクト会の家に住むことになった。そこで彼はカール大帝の知遇を得た。776年頃、彼の兄のアリキスがフランク王国に旅衆として連れて行かれ、その5年後、フランク人の王がローマを訪問した。パウルスは捕虜のためにカールに書簡を書くことに成功した。彼の文学的業績はカール大帝の注目を引き、パウルスはカロリングルネサンスの重要な要因となった。787年にイタリアのモンテカッシーノに戻り、796年と799年の間のある年の4月13日に亡くなった。彼の名字はディアコヌスと言い、それは女祭に除せられたことを示している。ある人々は、彼はランゴバルド王国の没落以前から修道像であったと考えている。パウルスの広範囲な業績は、ラテン教婦全集の95巻に編集されている。パウルスの主な業績は、ランゴバルド史である。この未完成の歴史書は6巻からなり、おそらくモンテカッシーノで787年以降に書き始められ、795、6年まで書かれた。それはスカンディナビアにおけるランゴバルド族の伝説的な起源とその後の移住の物語で、とりわけ568、9年のイタリア侵入から744年のリウトプランド王の死を扱い、その時代のビサンツ帝国やフランク族愛及びその他を諸民族や国家を扱っている。ランゴバルドの視点から語られ、特にフランク人とランゴバルドの関係の資料として価値がある。それは以下のように始まる。北の地域では太陽の中心からそれるにつれて雪や霜とともに寒気が到来する。そこでは男たちの体にとってより健康的で、諸民族が子供を産むのにも適している。一方、南の国は太陽の中心により近いため、病気が多く、人間にとって子供を育てるのには適していない。彼の資料の中には、パウルスがランゴバルド王国の民族の起源や、教皇の書や、失われた歴史書、トレントのセクンドゥス、及びベネベントの失われた年代記、ベーダやトゥールのグレゴリウス、セビラのイシドールスなども自由に利用した、と呼ばれる資料を利用した、ランゴバルド氏と同型のものには、パウルスのローマの歴史があり、これは、エウトロピウスの略史の続編である。これは766年と771年の間に、ベネベントで完成した。この話は、パウルスがアーデルペルガに、エウトロピウスを読むよう推奨したことを裏付けている。彼女はエウトロピウスを読むことを試みたものの、異教徒の著述家が本質的なことについて何も書かず、364年の皇帝、ヴァレリアヌスの党くらいで終わってしまっていることに不満を漏らしたため、パウルスはエウトロピウスと一緒に他の資料と最も重要歴史家や聖書の内容を織り交ぜて続きを書き、6巻を追加し、553年まで書かれることとなった。この業績は中世において非常に人気があったが、現在でも西方におけるローマ帝国の終焉の早期の歴史的著作として価値がある。ドロイゼンにより編集されモヌメンタ・ジャーマニー・ヒストロカ・オークト・アーズ・アンティック・イーシミー、バンド2として出版された A. クライベラチによるフォンテ・パーラ・ストーリア・D. イタリア N51 にも収録されている。パウルスはメッツの僧侶アンジェイル・ラムの要望で766年までを書き、最初の著作はアルプスの北での最初の著作となり、2013年に英訳がレバーデイピスカピスメティンザベスという題名で出版された。彼は多数の手紙や詩、碑文を書き、これらのうちにはベネベント、オーヤケアリキス2世のものや多くのカロリング一族のものも含まれている。いくつかの手紙はランゴバルド王国史とともにモヌメンタに収録されている。詩作と碑文はエルンスト・ダムラーがポエタエ、ラティーニ・イービ・キャロリニー、バンドアイの中に見出した。新しい材料が光をもたらしている。1908年にカール・ネーフが編集し出版された、詩集の審判デゴディクタデス・パウルース・ダイアッコナスは、編集者に否定されているが、パウルスに返せられる最も有名な詩が、聖ヨハネ賛歌集に収められている。グイード・ダレッツォが楽曲をつけた洗礼者、ヨハネの賛歌のメロディーは、以前は、ホラティウスのカルミナ叙情詩集にも使われていた 4.11。パウルスは、碑文も書いていて、セックスタス・ポンペイウス・フェスタスや、ド・シグニファケイト州バーボーラムなどが現存している。それらは、カール大帝に捧げられている。一方、フランク王国では、パウルスは、カール大帝から説教集の編纂を依頼された。彼は、モンテカッシーノに帰還した後、編纂作業を行い、説教集は、フランク王国の教会で広く使われた。教皇グレゴリウス一世の生涯の記録は彼に返せられている。彼はギリシア語著作、エジプトのマリアの生涯のラテン語訳も行っている。アトリビューション、ありがとうございます。